キーボードに貼れたんで、多分プロズ入ってます。おはよう。あ、徳兵衛さんおはよう。今戦ってます病院と。めちゃくちゃ強気なんですけど、私ちょっと負けちゃうわこれ。病院行くよ。12時半までいいから、その間 PCR 行って、 PCR 行こっか。間に合わない、 PCR 行かないと。よかったね、これで飛行機乗らなくてさ。金銭も こっちのは怖い。加工なしにしとく。あ、PCR? 違うよ。ふざけんな、マジで。今から。あれ?ちょっと待ってね。なんか、キムテヒみたい。ほんと。なんか、病院と話してて、なんか、私さ、モニターで、50万も払ってんだよね。もし、半年以内にモニターで写真撮りに来なかったら、その50万ウォンは返しませんよっていう、なんか同意したんだよね。で、なんか今回のなんかその寝てる間に寝てる間にやった手術、ベッド5万円っていう言われてたんだよ。だからそれは私は寝てる間にお金を払うって同意してません、サインしてませんって言ったら、だから私はそれをモニター50万じゃなくて5万、モニターのもしキャンセルした場合、あ、もしモニターをバックれた場合の5万円を昨日支払ったのね。でそれはちゃんと半年後に来たらお金返してくれるっていうやつで、お金払ったんだけど、それはね。で僕が誤爆したって噂流して、最初私にそれが言う、え、あ、私言ってないよそんなこと一言も、大丈夫だよ。で今回その寝てる間にさ、鼻先になんかやったから5万円でっていうことをなんか昨日言われたじゃないですか。でそれをなんか今なんか LINE で話してて、いや絶対に払ってもらいますみたいな、相手も強気で、いやでも私それサインしてないし頼んでもないから払いません、絶対に払いませんからねって。でもなんか今日消毒行かないといけないみたいで、そうまた病院と喧嘩してたけど、日本語通じるっていうか、なんか逆なんだよ。相手日本人なんだよね、通訳の人って。だから逆にムカつくんだよね。日本人なんだよ相手。でめちゃくちゃ強気。でもさ、これがもし仮に韓国人だったら、ああちょっと話が通じてなかったかもみたいな、ゼロワンディスってるよ、もういいよ。なんか そういうのあるじゃん。逆に日本人だからムカつくよね。だから強気で言ったんですよ。そしてあれ、オリジナル靴下、あ、靴下、でなんかなんだっけな、どこまで話したっけ。とりあえずもし、あ、私今日行きますけどクレジットカードも持ってかないしウォンも持ってきませんって、絶対に5万円払わないんですけど消毒してくださいって言ったの。そしたらじゃあモニターのバックレ用のさ5万円払ってんじゃん私、
それ返しませんって言われたのね。マジでさ、悪徳っつうかさ、ありえなくない？だから私言ってやったんだよね。じゃあ私ここのとっても残念ですって、私ここで私のファンがマユリスがここに行ってほしくないって、だから私全部発信してきますねって、誹謗中傷しませんけど会ったこと全部発信して教えますねって、誹謗中傷はしませんけどって言ったら、じゃあ今日12時半にお越しくださいねとか言って、やばくない？12時半にじゃあ今日待ってますね、12時半以降だったら今日 LINE はできませんので遅れたらすみませんとか言って、超強気だよね。めちゃくちゃ有名なんだよそこ。私がディスったところでビクともしないんだよ多分。マジ許せない。しかも日本人なんだよ私戦ってる相手。しかもちょっと皆さん本当に私怖いんだけど、なんか鼻先に入れられたのが今日気づいて、鼻先に今日なんか入れられたの説明聞いたんですけど、なんか鼻先に他人の軟骨入れたらしいです。他人の軟骨が入ってるって、私そんなの同意してないし、だからしたいっていうか、誰かのそれが本当に嫌で、私同意してないもん。じゃあそれサインしましたかって言ったの。私それ他人の軟骨入れるよって、しかも他人の軟骨入れて5万円払えって言われてんだよ。やばくない？私が嘘ついてたらさ、他人の軟骨喜んで5万払う約束してると思うか。でそれ調べるとめちゃくちゃ出てくんだよね。なんて読むんだっけあれ、寄付軟骨トラブルとか、なんか死亡とかね、壊死とかね。ワイルド軟骨入れてない、なんか信頼よね他人で。なんかナツナちゃんにも相談したんだけど、なんかナツナちゃん私のさ担当のさ日本人いるじゃん。てか許せないんだけどどうしよう。なんかナツナちゃん曰く多分だけ考察では、なんか私女じゃん相手日本人ので、私が揉めたらさその人の、 あの仕事が評価が下がるじゃん。だからうちらの2人だけで揉め事をなくさせようとしてる。だからそのモニターの5万円私払いましたよってことをさ、だから逆に上の人呼んでほしいんだけどさ、日本語喋れないしね、上の人呼んでっつっても。通訳って2時間後ぶりに決まってんじゃん。やばい、くしゃみ出るし。泣いたら血の鼻水が出てきた。失敗かどうかは分かんないよ、ギプス外さないと。でもはあ、10時21分でしょ。マユを助けたい、助けてほしい。いない韓国人、ここに韓国やってくれる人いないかな。なんで私5万払わなきゃいけないの。別に安くないからね、そう考えたら。それで遅刻でさ3万円取ってさ、でもそれもね同意もないから、その日本人の女のさ感情論なんだよね、私から3万取ったので。なんか急にさ、本当は鼻の先のやつ10万だけど、まあ、遅刻で3万取っちゃったし5万でいいですよとか言ってさ、いや知らないから。あ、薬やばいな、これ痛いな、これ薬はね、ちゃんと
だよ。タクシーで行きます。うん、12時半にあの鼻のね、あの病院行って消毒。マジ許せないね。何回考えてる。消毒は今日あの必ずしないといけないんだって。まあ、だから怖いじゃん。消毒ちゃんとしないと。あれ、手袋もつけないと寒いよ韓国。あ、てかタップスリフォンでもらってないな。これパチモじゃない。やっぱパチモは寒いよ。あれ、忘れ物ない。忘れ物ないか。あ、忘れ物なし。鍵も、あと Wi-Fi と金。マジやばい顔。これ以上整形しろって言わないで。疲れた。二度と整形しない。いや、腫れるのは別に喜んでるから、腫れたことによって。これでだんだん顔が あのね3日目4日目以降から青あざになってくんだよ、顔周りが。腫れてることじゃなくて、いや、私今日5万円払わないつもりバンバンだったから、それ5万円、それが無理だからムカついてんだよね。しかも鼻先に他人の軟骨入れてさ、いや言いましたよってまた水かけ論でさ、いや聞いてないですよって。じゃあそれサインしたんですかって言ったら、スルーだからね。私サインしてないからね、悪いけど。許すことができない。この数日間返してほしい。本で出るサンタさんと歌ってた時が一番楽しかった。いや、録音したところでじゃもう払わないんだって。会社だったのに断られた。ありがとうでした。マジでうざい。意味も、ありがとう。もう嫌だもう。
あ、高まり食べよう。アクセス、アクセス。なんかいいタクシー乗っちゃった。大丈夫かな、なんかすごいいい、大丈夫か。はい、暗くなると、あ、ありがとうございます。これビップ、金ないから。やめてほしい、みんなで金金金金、これがやり方、韓国の。やめてほしい。もう接近しない、マジで。よくそうやって言えるよね、マジでさ。かわいそうだね、マジ。かわいそう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 な人たち。いや、今から PCR だよ。 PCR 行って、あの鼻の話し合い、頼むから請求やめて。じゃあみんなを止めてくれよ、こうやって顔をディスる人間やめて。そしたら私やんないから。養分とかさ、配信者とかさ、もう5万円は返さないって。だから今日は、あの今日つうか、あの終わったらマジで病院名と会ったこと言ったるわ。病院名言ったろ。通訳さんってか日本人だから相手は。靴下、あ、ありがとうね、くんちゃん。あ、ありがとう。あー、特命さん、リア突のしてくれた人、これ以上でも変わらないもと思うさん、ありがとう。つらいよ、特命さん、こんなことになっちゃって。違う、私の通訳の担当は日本人、もう名前も日本人。あの、ですか。ああ、君がアフロの席を、超チルなラッパー、特命さんがいないとやっていけない。ありがとう、特命さん、有名な方が。特命さん助けてほしい。特命さん助けてほしい、マジで。え、ちょっとやばい、これ、マジで高いわ。え、本当にこれ、ちょっと待って、高い。え、マジで高いんだけど。
あのメーターの上がりが半端ないんだけど。で、私これ片道さ、あの1300円で行ったのね。で、あと11キロ先なんだけど、もう610円だのね。これ 見えるかな、あの、メーターがすごいんだよね。どうしよう。これ改造してんのメーター。ちょっとでも高速道路が降りれない、どうしよう。これ多分